ホットジュピターの創造図ホットジュピターの一つ、HD188753B の創造図ホットジュピターは、木星ほどの質量を持つガス惑星でありながら、主星の恒星からわずか 0.015AU から 0.5AU しか離れておらず、表面温度が非常に高温になっている、太陽系外惑星の分類の一つである。ロースタープラネッツ、イピステラージョビアンズ、ペグシズとも呼ばれる。 構成に極めて近く、強烈な構成光を浴びるため、表面温度は高温になっていると予想されている。ホットジュピターは直訳すれば、熱い木星となるが、このような特徴に由来した命名である。日本語では、灼熱巨大惑星と表記される場合もある。この種の系外惑星は1995年頃から、続々と発見されつつある。 主星の近くを高速で降転しているため、質量が大きい惑星の重力によって生じる主星のわずかな揺れを検出するドップラー分光法での発見が最も簡単なタイプである。最もよく知られているホットジュピターは1995年に発見されたペガススザ51ホットジュピターは比較的発見が容易であることから、系外惑星の探査の初期から多数が発見された。 その他には、軌道理心理数の大きい彗星のような大円軌道を描き、灼熱器と極寒器を目まぐるしく繰り返す、巨大惑星エキセントリックプラネットも発見されたが、いずれも太陽系には存在しない種類の惑星であり、これらの境外惑星の発見は既存の惑星形成理論に大きな転換をもたらした。2014年1月2日時点でトランジット法で発見された。 ホットジュピターホットジュピターの隠された水ホットジュピターの中には様々なものがあるがいくつかの共通した性質を持っている。太陽系外惑星の観測が可能となった初期の時代には観測バイアスのために高い割合でホットジュピターが発見されていたが現在では木星のような低温の巨大ガス惑星と比べて珍しい天体だと考えられている。 ケプラー宇宙望遠鏡のトランジット法による観測によれば太陽に似た恒星のうちホットジュピターを持つ恒星は全体の0.43プラスマイナス0.05%に過ぎない。地上の望遠鏡を用いた視線速度法のサーベイでは異なるチームによって0.89プラスマイナス0.36%や1.20プラスマイナス0.38% パーセントという値が報告されている。ホットジュピターの存在割合は、主性の性質によって大きく左右される。ホットジュピターの主性は、F 型主系列星、G 型主系列星であることが多く、K 型主系列星の周りでの発見例は、比較的少ない。赤色外星に関しては、極めて稀である。ホットジュピターの存在分布の一般化に関しては、 様々な観測バイアスを考慮する必要があるものの、一般的には、恒星の絶対等級が大きくなるにつれて、ホットジュピターの存在割合は、指数関数的に減少する。またホットジュピターの存在と主星の金属量にも強い、性の相関関係が知られている。初めて発見されたホットジュピターである、ペガススザ51番星 B と主星のペガススザ51番星の、想像図。 我々の太陽系においては、比較的小型な地球型惑星が太陽に近い軌道をめぐっている一方、木星、土星のような木星型惑星は太陽から数 AU から数十 AU の距離を隔てて、好転している。これらの外惑星は太陽の熱を十分に受け取ることができないため、表面温度レ下百数十度の極寒の世界となっている。しかし、 典型的なホットジュピターは、中心の恒星からわずか 0.05au 程度しか離れていない。中心の恒星が太陽と同じ明るさを持つとすると、この軌道を周回する惑星が、単位面積あたり恒星から受け取る、光のエネルギーの量は、地球の数百倍にも達する計算になる。そのため、惑星表面は熱せられて、摂氏数百度を超える高温となっている。 かつては太陽系以外の恒星系も惑星の配置、恒星は先に述べたような太陽系の姿とさして変わらないだろうと思われてきたが実際の系外惑星はほとんどの学者が予想だにしない形で発見され大きな衝撃を与えた。なお惑星の居住可能性を論じる場合において木星や土星のようなハビタブルゾーンの外側を回る木星型惑星を ホットジュピターとの対比でグッドジュピターと呼ぶことがある。ただし、ここでグッドとは、その巨大な重力で太陽系外縁方向から飛来する彗星などを捉えて内惑星に影響を及ぼしにくくするという意味が含まれている。事実、20から21世紀のわずか17年間にも、シューメーカーレビ第9彗星などいくつかの彗星及び、 類似の天体が木星に捉えられるのが観測されている。恒星に近い軌道を周回する惑星は主系列星を公転する系外惑星が初めて発見された1995年以降多数発見されている。これらの惑星の質量は惑星と褐色外星の境界付近の大質量のものから地球の程度のものまで様々である。ホットジュピターの質量に 特に厳密な定義があるわけではないが、これらの惑星のうち、木星の0.1から0.2倍程度以上の質量を持つものを、ホットジュピターと呼ぶのが一般的である。木星の質量よりも、むしろ海洋星の質量に近い、0.03から0.1木星質量程度の低質量の灼熱惑星は、ホットジュピターではなく、ホットネプチューンと呼ばれる。 広く系外惑星の検出に使われている観測方法である。視線速度法では惑星の質量は分かっても惑星の半径までは知ることはできない。視線速度法から分かるのはその惑星の加減質量である。しかしその後、いくつかの惑星のトランジット法による観測が行われると惑星の半径を計測することが可能になった。 求められたホットジュピターの半径は太陽系の木星や土星と比べると質量のありには大きいという傾向がある。これは高温によって惑星の大気が膨張しているためだと考えられている。HD189733B の赤外線スペクトル。HD189733B の全球の温度マップ。最も高温な領域が 恒星直下点から東にずれており、大気がスーパーローテーションを起こしていることを示唆している。HD189733B は深い青色をしていると考えられている。グラフは変更観測からの波長ごとの惑星の気化アルベドを示している。背景の惑星は想像図。ホットジュピターはガス惑星であり、いわゆる大気で覆われている。恒星に 極めて近い軌道を持つため、超積力によって、時点と公点が同期し、地球の周りを回る月と同じように、常に同じ面を恒星に向ける。すると、一方の半球面が常に、恒成光で熱せられ、温度差によって、常に影の半球面に向かって、摂氏数百度を超える強烈な熱風が吹いていると予想されている。そのため、ホットジュピターの外観は、 木星のような横島模様ではなく、恒星の光が最も強く当たる点から、影の面へ向かう気流により縦方向の島模様が形成され、スイカの模様のようになっているとも推定されていた。しかしホットジュピターは、太陽系のガス惑星と比べると遅いとはいえ、光天周期と同じ周期で自転もしているため、綺麗にスイカの模様上の大気の流れが生じるかは疑問視されている。 近年のコンピュータシミュレーションを用いた研究では、ホットジュピターのように恒星に非常に近く、超積固定されているため時点が遅い惑星では、大気の循環は、金星のようなスーパーローテーションになっている可能性が指摘されている。常に、恒星の方を向いている半球では、恒星からの強い副射を受けて大気が加熱され、東向きに強く加速されて、赤道ジェットを形成する。 高速の大気流はそのまま夜側の半球へと流れ、放射で冷却しながら再び昼側へと循環する。これによって昼側と夜側とで効率的に熱が輸送されていると考えられる。いくつかのホットジュピターのトランジット及び二次色の観測でも強い東向きの赤道ジェットが存在することを示唆する結果が得られている。惑星自体の色はあまりの高温のために 水蒸気のような気発性の高い成分は存在せず、鉄のような固体成分が蒸発して透明なガス成分のみになっているため、深い青い色に見える可能性も指摘されている。これは本来透明な海水や大気が日光の散乱によって青く見えるのと同じ現象である。ただし一口にホットジュピターと言ってもその温度は様々であるため、 鉄などの金属も蒸発してしまうほどの高温の大気や岩石成分の雲が存在する大気など多様な特徴を持つと考えられている。2013年にはハップル宇宙望遠鏡を用いてホットジュピター HD189733B の二次色の分光観測が行われこの惑星が深い青色をしていることが判明した。系外惑星の色が 観測的に判明したのは、これが初めてである。この惑星が深い青色をしている明確な理由は、分かっていないが、大気中に存在する、計算しよの粒子による青い光の散乱が原因だと推測されている。その他、構成から、強力な宇宙船が大気に降り注いで衝突しているため、明るいオーロラや、それに伴う強い電波放射が発生している、可能性がある。 また惑星 HD209458B では、大気の流出が観測されたほか、大気の成分が調べられている。様々なホットジュピターの想像図。左上から右下へ、ワスプ -12B、ワ12スプ -6B、ワスプ -31B、ワ31スプ -39B、HD189733B 39、h a t P-12B、 ワスプ -17B、ワ17スプ -19B、ハット P-1B、HD209,458B。従来、太陽系以外の恒星にも惑星は存在するだろうと言われており、1940年代から様々な系外惑星探査の試みがなされてきた。しかし、バーナード星などいくつかの恒星で惑星の発見が報告されたものの、後にいずれも否定され、 太陽系の外の惑星は幻のままであった。SF の世界では多種多様な系外惑星が頻繁に登場するが、初めて現実に太陽系以外の恒星に惑星が発見されたのは、ようやく1990年代になってからである。1995年10月6日、ジュネーブ天文台のミシェル・マヨール、リディィ・エケローラ・スイスの観測チームによって、ペガススが51番星に、 木星の半分の質量を持った巨大惑星ペガススザ51番星 B の存在が確認された。この惑星の軌道は中心の恒星からわずか 0.05AU しか離れておらず、水星軌道よりもはるかに内側であり、恒星の周りを4.2日で周回していることも確認された。この発見は様々な検証を経て間違いなく、 境外惑星であると確かめられ、これをきっかけとして、境外惑星探査に火がついた。ペガスス51番星 B の発見を皮切りに、他の構成にも、木星型惑星が続々と発見された。ペガスス51番星の境外惑星は、決して特殊な例ではなく、同様のホットジュピターの発見が相次いでいる。従来の形外惑星探査は、ほとんどの観測者が太陽系に似た。 構成系を想定して探していたため、観測データにはすでにかかっていたにもかかわらず、思わぬ盲点となって見落としてしまったようである。太陽系を基準に他の構成系を考えるという先入観、常識は覆された。系外惑星探査が本格化した後、初めのうちに発見された系外惑星は、戦術したように大半がホットジュピターあるいはエキセントリックプラネットであったが、 これは宇宙に散らばる恒星のほとんどがそうした灼熱巨大ガス惑星を要しているというわけではない。大部分の巨大惑星は重力による恒星のふらつきを検出するという方法で観測されているが、恒星のふらつきは質量が大きく、恒星と惑星の距離が短いほど大きくなるため、ホットジュピターのような重い惑星は最も検出が容易である。また、 光天周期の短さゆえに、観測や確認が短時間で済むという事情もあった。トランジット法での惑星検出も同様で、ホットジュピターのように恒星に近く、比較的サイズの大きい惑星は検出されやすいという、観測バイアスが存在する。そのため初期に発見された、系外惑星は、ホットジュピターが多かったが、観測技術が発展するのに伴い、 より恒星から離れた軌道を持つ惑星や小さい惑星も多く発見されるようになった。ホットジュピターの発見は従来の太陽系を対象にした惑星系形成理論がそのままだの構成系にも適用できるものではないことを示し、ホットジュピター、エキセントリックプラネットなども含む多様な系外惑星の形成も含めて説明できるような 理論へと書き直しを余儀なくされた。ホットジュピターの起源に関しては大きく分けて二つ考え方が存在する。一つは遠方で形成された後に内側に移動して現在の軌道に運ばれたというもので、もう一つは現在観測されている軌道でその場形成したというものである。一般的な考え方は惑星移動によって形成されたというものである。詳細は惑星移動を 三小構成系の形成については、まず原子性を取り巻く、原子惑星系円盤のガスや微粒子が集積して、微惑星を計、このモデルでは、木星のような巨大ガス惑星は、恒星の近くでは生まれにくいとされている一方、これまでに発見されたホットジュピターは、ほとんどが恒星の至近距離に存在している。そのため、こうした巨大惑星はもともと円盤の比較的外側の、 領域で形成されたものであったが、後に何らかの原因でこの軌道から外れ、内側に移動していったのではないかと考えられている。惑星移動仮説では、ホットジュピターはまず凍結線よりも遠方の領域において、コア到着を介して岩石、氷、そしてガスから形成されたと考える。その後何らかの形で、現在の構成に非常に近い軌道まで移動するが、 惑星移動説の中にも複数の考え方が存在する。円盤との相互作用、編集原子惑星系円盤の創造図。惑星移動の過程を説明する有力なモデルの一つは形成された巨大惑星が残存していた円盤物質との相互作用による原則で、あるいは円盤自体が構成の重力によって膠着するのに巻き込まれて、 次第に恒星に近づいていったとする惑星落下モデルである。凍結線より外側で形成された惑星は安定な軌道に落ち着くまで円盤との相互作用によって恒星の方へと移動する。木星程度の十分大きな質量を持った惑星の場合、原始惑星系円盤にギャップを形成し、円盤が恒星に向かって降着するのに伴って、 タイプ2移動というメカニズムで内側へと移動する。この説に対し、惑星がそんなに簡単に落下するものであれば、すべての惑星が恒星に落ち込んでしまうため惑星系はほとんど存在しなくなるのではないかという異論もある。この問題は惑星落下問題と呼ばれている。そのため、落下した惑星が現在観測されている軌道で安定するようなブレーキ法や 円盤のガスの密度などをめぐって、シミュレーションを駆使した様々な考察がなされている。スリングショットモデル、編集もう一つの有力な惑星移動のモデルは、他の巨大惑星からの接動や、惑星同士の重力散乱によって細長い、楕円軌道で恒星に近づく、エキセントリックプラネットになり、近点を通過するたびに、超積力によって、高点にブレーキをかけられることで次第に、 軌道離心率が小さくなって円軌道のホットジュピターになっていくとするスリングショットモデルである。こちらはホットジュピターよりもエキセントリックプラネットの比率が大きいことが傍称とされているがタイになるはずの外側のエキセントリックプラネットがなくてホットジュピターの実が見つかっている場合には適用できない。また巨大惑星が古材メカニズムによって軌道要素が変化した結果として 離心率が大きく近点が恒星に近い大円軌道に移行し、その後恒星との調整気力によって円軌道化されてホットジュピターが形成されるというモデルもある。この場合、遠方の大きく傾いた軌道に別の惑星か万星が存在している必要がある。ホットジュピターを持つ惑星系のうちおよそ50%は遠方に木星質量かさらに重い天体を持つとされ、 この場合は、ホットジュピターの軌道は、主成の時点に対して傾いた状態になることもあると考えられている。円盤との相互作用によるタイプ2移動の場合、周囲にまだガスが存在している段階でないと発生しないため、このメカニズムによる惑星移動が起きるのは、原子惑星系円盤のガスが存在している期間に限られる。恒星からの強い格と、 若い恒星からの強い恒星風によって円盤に残っているガスは散逸する。スリングショットモデルような重力散乱や超積力を介した軌道移動の場合は円盤のガスが失われた後でも発生する。巨大ガス惑星が内側へ移動してきたとする説の他にホットジュピターのコアはより一般的に存在する系外惑星であるスーパーアースとして形成され、 現在の場所でガスを膠着してその場で巨大ガス惑星になったという別の仮説も提唱されている。これはラテン語で本来の場所でを意味する因出からその場形成と呼ばれている。この仮説ではホットジュピターのコアとなるスーパーアースの起源としてはその場で形成される場合、あるいは円盤の外側で形成された後にガスのエンベロープを獲得する前に 恒星付近まで移動してきた場合のどちらもが考えられている。スーパーアースはしばしば付近にさらなる惑星が存在するため、その場形成されたホットジュピターも付近に別の惑星が存在していることが期待される。局所的に成長しているホットジュピターの質量が増加すると周囲の惑星に数々の影響を及ぼす可能性がある。 ホットジュピターの軌道離心率が0.01より大きな値に維持されていた場合、永年共鳴によって付近にある惑星の離心率が増大し、ホットジュピターと衝突する可能性がある。この場合、ホットジュピターのコアは非常に大きなものになるだろう。もしホットジュピターの離心率が小さい場合、永年共鳴は付近の惑星の軌道面を傾ける場合もある。 従来はホットジュピターが現在の軌道の位置でその場形成するのは困難であると考えられてきた。これはホットジュピターの形成に必要な重いコアを形成するためには円盤中の固体物質の綿密度が 104g 平方センチメートル程度かそれ以上である必要があるからである。しかし最近の系外惑星のサーベイ観測では 惑星系の内側領域はしばしばスーパーアース型の惑星によって占められていることが分かってきた。もし、これらのスーパーアースがより遠方で形成されてから内側に移動してきたのであれば、その場形成でのホットジュピターの形成過程は完全にその場ではないことになる。HD189733B から急速に散逸していく大気の想像図。EN アトモスフェリックエスケープも参照ホットジュピターは、主星からの強い副写を受けており、大気散逸が進行していると考えられている。主星からの X 線や高エネルギーの紫外線によって、惑星の大気が加熱され、ハイドロダイナミックエスケープが発生する。これは、マックスウェル分布に従う、大気分子の打ち出し速度を超えた個々の粒子が、惑星の重力を振り切って散逸する。 ジーンズ散逸とは異なり、より高温、高圧の大気が流体として惑星から流出する現象である。実際に HD209458B や HD189733B など複数のホットジュピターで大気が流出していることを示す観測結果が得られている。ホットジュピターの大気がハイドロダイナミックエスケープによって剥ぎ取られてしまった。 場合、残されたコアは、クトニア惑星になる。惑星の最も外層から失われる、ガスの量は、惑星の大き典型的な惑星系では、主星の周りを 0.02au の距離で公転する、ガス惑星は、その一生の間に、惑星質量の5から7%を失う。しかし 0.015au より近い軌道である、場合は、 惑星質量の大部分が蒸発することになる。ただしそのような惑星は発見されておらず、仮説上の存在である。あるシミュレーションでは、木星サイズの惑星が原子惑星系円盤の内側領域を移動しても、考えられていたほどには、破壊的な現象は起きないことが示されている。円盤内の、その領域にある微惑星や原子惑星を含む、 固体物質の60%以上は外側に散乱され、巨大惑星が移動した余波として、惑星形成円盤が再形成されることが可能になる。このシミュレーションでは、ホットジュピターが円盤の内側領域を通過して 0.1au の位置で安定な軌道に落ち着いた後に、ハビタブルゾーンの中に最大でに地球質量の惑星が形成可能であることが示されている。 この過程で、惑星系内側の物質と凍結線より外側に、起源を持つ物質との混合が発生するため、ホットジュピターが通過した後に形成される、地球型惑星は特に水を豊富に含むことが示唆されている。2011年の研究では、ホットジュピターは内側に移動する最中に破壊された、惑星になる可能性があることが指摘された。これは、 主星から 0.2au 以内に高温な、す。2015年には、ワスプ -47 の周りに2つの惑星が発見された。この恒星の周りでは、過去に、ホットジュピターであるワスプ -47b が、さらに遠方の惑星であるワスプ -47c が発見されている。 新しく発見された惑星の片方のワスプ -47E はおそらくは大きな地球型惑星で質量は地球の22倍未満、半径は地球の1.8倍であった。もう片方のワスプ -47D は質量は地球の15.2倍と似ているが半径は地球の3.6倍と大きくほぼ確実にガス惑星だと考えられる。 この二つの惑星はホットジュピターの軌道の両側に存在しており、地球型惑星と思われるワスプマイナス 47E がホットジュピターの軌道より内側を交点している。似たような軌道配置を持つ惑星系にはケプラー30がある。逆光軌道の模式図。番星が主星の時点とは逆方向に交点している。いくつかのホットジュピターは、 主星の時点とは逆方向に交点する逆行軌道にあることが分かっており、惑星系形成に関する理論に疑問を投げかけている。ただし、逆行惑星の形成に関しては、惑星の軌道が上覧を受けたのではなく、惑星系形成段階に、恒星の磁場と原始惑星系円盤との相互作用によって、恒星自体が反転したという可能性もある。 多数のホットジュピターを対象にした調査では、新しい観測結果と過去のデータを組み合わせることで、調査されたホットジュピターの半数以上が、主星の時点軸からずれた軌道面を持っており、そのうち6つは逆光軌道にあることが判明している。最近の研究では、いくつかのホットジュピターは、軌道面が主星の赤道面に対して傾いていることが判明している。この軌道面のずれは、 ホットジュピターが好転する主星の高級の有効温度と関連していると考えられている。観測的には、主星の有効温度が6250系を超える、比較的高温な恒星の周りでは、軌道面がずれていたり逆光したりするホットジュピターが多く発見されているが、低温な恒星の周りでは、そのような惑星は急激に少なくなることが知られている。 これを説明するために多くの仮説が提案されている。ある理論では、超積三逸の影響を考慮しており、ホットジュピターを形成するための単一のメカニズムの存在を示唆し、またこの理論では、軌道の傾斜角の範囲を予測する。比較的低温の構成では、表面付近に大流層が発達するため、構成とホットジュピターとの超積三逸の効果が大きくなる。 そのため強い潮汐三逸によって、不揃いだった惑星の軌道面と恒星の赤道面の角度は小さくなり、低温の恒星を好転するホットジュピターは、比較的軌道面が主星の赤道面と揃う傾向にある。しかし高温の恒星は、表面付近に大流層ではなく、放射層が発達するため潮汐三逸の効果が小さく、もともとあった。 傾斜角はあまり減衰せずにそのまま残る。そのため高温の恒星では傾いていたり、逆光していたりするホットジュピターが多く発見されると考えられる。恒星の有効温度が6250系付近で差が生じるのは恒星表面の大流層の有無に対応していると考えられる。この仮説では初期のホットジュピターの軌道が大きく傾いていたことを想定しているため、 ホットジュピターの形成は円盤との相互作用を介した惑星移動ではなくスリングショットモデルでの形成を指示している超短周期惑星の一例スイープスマイナス4の創造図 HD209458B から散逸する大気の創造図超短周期惑星は惑星の分類の一つであり光転周期が1日よりも短い極めて短周期の 惑星を指す。このような惑星はおよそ1.25を対応質量、未満の恒星の周りでのみ発見されている。2006年に銀河系の銀河バルジの領域に5つの超、短周期惑星の候補天体が検出された。このトランジット法を用いたサーベイ観測は、宇宙望遠鏡科学研究所やポンティフィックル、カトリック・ユニバーシティ・オブ・チリ、ハイ・アルティチュード・アブザーバトリ、 ウップサラ大学、イナフ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者グループによって、ハップル宇宙望遠鏡を用いて行われたものであり、スイープスと呼ばれている。これは、超短周期惑星と呼ばれる惑星候補の初めての検出例であった。この時に検出された候補天体のうち、スイープスマイナス4とスイープスマイナス11は、 追加観測で惑星であることが確認されている。その他にトランジット法で発見されたホットジュピターの中で軌道周期が1日よりも短いものには、ワスプ -18B、ワスプ -19B、ワスプ -43B、ワスプ -103B などがある。ホットジュピターではないタイプの超短周期惑星も発見されており、例えば、K2-141 を公転する。 惑星 K2-141B は、主星をわずか0.28日で公転する、スーパーアースである。なお、軌道周期が1日未満の超短周期惑星には、典型的には、地球半径の1.5倍よりも小型の惑星が、より多く発見されている。そのため、軌道周期が1日よりも短く、かつ半径が2地球半径程度よりも小さいもののみを、指して、 超短周期惑星と呼んでいる研究者もいる。このような小型の超短周期惑星は、極めて短い周期を持つホットジュピターの大気が流出して、コアだけが残されたことによって形成されたとする仮説が存在する。しかし、ホットジュピターには見られている惑星の存在頻度と、主星の金属量の相関が小型の超短周期惑星には見られないことから、この説には、 否定的な意見も存在する。巨大ガス惑星のうち半径が大きく非常に低密度なものはパフィープラネッツやホットサターンあるいは低密度ホットジュピターと呼ばれることがある。ホットサターンという名称はこのような惑星は土星の密度と類似していることから来ている。このような惑星は主星に近い軌道を持ち、 主星からの強い加熱と惑星内部での熱源の両方の効果が組み合わさって、大気が膨張していると考えられている。半径が大きくて密度な惑星は、惑星の半径を測定できるトランジット法で発見されており、発見順に、ハット P-1B、コウ -1B、トレイス -4、ワスプ -12B、ワスプ -17B、ケプラー7ビットなどがある。 ただしこれらの分類に明確な定義があるわけではない。半径を測定できない視線速度法で発見されたホットジュピターの中にもパフィープラネッツに相当するものがあると考えられる。これらの惑星の大部分は二木星質量より軽くより大きな質量を持つ惑星の場合は強い重力のためむね、木星と同程度の大きさに保たれると考えられている。 a スプ -17B と木星の大きさの比較。a スプ -17B は1.991。木星半径と極めて大きな半径を持つが、この半径は既存の理論では説明できない。主星からの複写による惑星表面の加熱を考慮した場合でも、多くのホットジュピターの半径は理論的に予測される値よりも大きいことがわかっている。強い複写を受けている場合は、 冷たい巨大ガス惑星と比べてある程度半径は大きくなるものの、これで説明ができるのは最大でも木星半径の1.2から1.3倍程度であり、これよりも大きな半径は説明することができない。これはホットジュピターの半径以上として知られている。半径以上の原因として複数の仮説が提唱されている。大きく分けると、 形成初期に大きかった半径が何らかの原因で収縮が遅くなったという考え方と惑星内部に何らかの熱源が存在して半径を膨張させているという考え方の二つがある。例えば校舎のうちの一つに惑星の磁気圏と大気の流れの間の相互作用によって惑星内部に誘導電流が発生しその電流によるジュール加熱によって内部が加熱されて大気が 膨張するという説がある。惑星が高温であるほど、大気の電離度も大きくなり、相互作用も強くなるため大きな電流が発生する。そのためより加熱が強くなり、惑星を膨張させると考えられる。この理論は、惑星の平行温度と膨張した、惑星半径の間に相関が見られるという、観測結果と矛盾しない。 その他の仮説としては、大気の不透明度が大きいために形成時の熱が逃げにくくなり、半径の収縮が遅くなっているという説、惑星内部の対流構造が変化することによって熱が逃げにくくなっているという説、大気循環に伴う乱流によって内部が加熱されているという説、構成との調汐力や熱調汐による内部加熱が発生しているという説などが提案されている。 これらの仮説のうちいずれか、あるいは複数が組み合わさって、ホットジュピターの半径以上を引き起こしている可能性があるが、現時点では明確な答えは出ていない。ただし、蒸気のように恒星から受ける副射が強く惑星の平行温度が高いほど大きな半径を持つ傾向があることが観測から判明しているため、主星の副射が何らかの形で関与していると考えられている。 理論的な研究では、ホットジュピターが衛星を持つ可能性は低いと考えられている。これは、ホットジュピターが主星に近くヒルキューが小さいこと、衛星の軌道を不安定化させる要因である、構成からの調積力が強いことが原因である。後者の影響は大きな衛星であるほど大きくなる。そのため、大部分のホットジュピターでは安定に存在できる。 衛星は小さい小惑星サイズの天体になると考えられる。バスプ -12B の周りに大きな系外衛星が存在する可能性があるとの観測が報告されているが、赤色巨星の周りを木星と同程度の軌道長半径で交点する巨大ガス惑星も主星からの強い副写を受けてホットジュピターになると考えられてきた。太陽系でも太陽が 赤色巨星へと進化した後には木星がホットジュピターのような高温の巨大ガス惑星になる可能性が高いとされている。最近の観測では赤色巨星の周りを公転する特に低密度のガス惑星が発見されておりこの理論を支持している。赤色巨星を公転するホットジュピターは主系列星を公転するホットジュピターとは複数の点で異なる。 最も特筆すべき相違点は、赤色巨星からの恒星風に由来する物質が惑星に膠着している可能性があることと、主星との潮積固定が起きていない場合、多数の細い帯状のジェットによって恒星から受け取る熱をより均等に惑星全体に分配しているだろうと考えられる点である。このような種類のホットジュピターのトランジット法による検出は、 通常のホットジュピターよりも難しいと考えられる。これは赤色巨星とのサイズ比が非常に大きいこととトランジットから次のトランジットまでの時間が長く、検出を行うまでに長い時間が必要であることが原因である。ワスプ -12 とワスプ -12b の創造図。ホットジュピターと構成は磁場や構成風。 惑星から流出する物質などによって相互作用を起こしている可能性がある。2000年以降の理論研究ではホットジュピターは恒星の磁場との相互作用やあるいは調整力を介して恒星のフレア活動を増大させる可能性があることが示唆された。これらの恒星と惑星の間の相互作用はスター・プラネット・インタアクションスと呼ばれている。ホットジュピターを持つ HD189733 はスピが発生すると考えられている最もよく研究された惑星系である。2008年には天文学者のチームが HD189733B が軌道上の特定の場所に到達すると惑星が主星の構成フレアを増加させることを初めて報告した。2010年以降には別の観測チームによって 惑星が軌道上の特定の位置にいる時に観測すると、いつも同時に X 線フレアも検出されることが報告された。ただし、HD189733 でのスピの存在には懐疑的な意見もある。2019年には荒れ死亡天文台や MOST などによる観測データと過去のこの構成の電波、可視光線、 紫外線、X 線の波長での観測データを用いて、前日の主張の確認が行われた。この解析では、過去の主張は誇張されており、構成フレアや黒点などの活動領域の存在に伴う明るさや、スペクトルの特徴は検出されなかったことが指摘された。また多くの構成フレアは、惑星の軌道上の位置に関わらず見られることから、過去の主張は、 統計的にも成り立たないことを指摘した。この研究によると、主星の HD189733 と、惑星の HD189733B の磁場は、相互作用をしておらず、スピョを起こしている系ではないことが示唆されている。ペガスス51番星 B 最初に発見された、恒星の周りを回る、系外惑星。 オシリス初めて高性面通過が観測された、境外惑星。大気が流出していることでも知られている。HD189,733、BHD209,458 八 b と並んで、よく観測されているホットジュピター。ありがとうございます。